今年入庁した若手職員に明石市の良さを体感し愛着を深めてもらおうと一風変わった研修が行われました。三角巾とエプロン姿で集められた新入職員、その目の前には明石だこ。明石市では採用1年目の職員を対象に地元漁師などから明石の漁業について学んでもらおうと毎年地元の海産物を体感する研修が行われています。今日は明石だこを使った調理実習です。生きたタコを素早く処理する講師の姿を見て顔が引きつる若手職員、そしていざ実践です。感触がちょっとなんかちょっと出てきそうで嫌よね。そうなんです、墨袋がなんかピチャみたいな。悪戦苦闘しながらも下処理から調理を進め、タコをお湯の中に。足が丸まって赤くなったら完成です。ゆでだこの刺身にタコ飯とまさにタコ三昧。若手職員たちは地元の名産を堪能していました。逃げようがないのでもう果敢にタコを攻めて今食べてますけど、でも本当にまあ、お世辞なく美味しく食べれてるので。今まで明石にで働くって言った時に美味しいものって何って聞かれてうまく答えられなかったので、この研修で自信持って答えられそうだなって思いました。若手職員らは研修での学びを生かし、来年明石だこを使ったオリジナルレシピを考案し、市の魅力発信につなげます。